それぞれのその能力でまた適職もあるよなんていうことが書いてあるんですね。はいはい、うん、じゃあ例えば8つの知能のまず1つの論理数学的知能、うん、でこれが活かせる職業としては全部読んでみますね、はい、弁護士、研究者、会計士、うんうん、薬剤師、調理師、保険外交員、開業医師、新聞記者、ジャーナリストとか行政系の公務員、うん、あとは工学研究者、デザイナー、経理事務、商品仕入れの担当、タクシー運転手、獣医、スポーツトレーナー、インストラクター、ゴルフ、ゴルファー、プログラマー、トレーダー。ここでもやっぱり論理数学的知能が高いと、うん、会社の経理を担当する事務職、複雑な分、うん、分岐を扱うプログラマーや、うんうん、しっかりとした設計を初期工程で出せるデザイナーとか、うん、やっぱここは強いですよね、うん、論理数学的知能を伸ばす身近な方法っていうのがあり、うん、あるとすると数学の問題に挑むことです、うんうん、計算式であれば純粋に数学的知能が伸び、うん、文章問題であれば論理的知能も大きく伸びると、うんうん、なんで数学が大きく絡むブラックジャックなどのトランプゲームや、うん、買い物の中にカゴの中身を合計する暗算、うんうんうん、買い物中に、はいはい、をやると、はい、いいなんて書いてありますね、はいはい、あとはやっぱりここにも書いてある、うん、レシピに沿って料理を作る、うんうんうん、スケジュール帳を作る、うん、なんか感覚でやっちゃうと伸びないって話ですもんね。苦手って言ってちゃダメってことですね、うんうん、僕1なんですよ。だからいいんですよ。そうやれば伸びますからって話ですもん。なるほど、うん、確かに。で言語的知能が優れている人としては、うん、活かせる職業は弁護士、指揮者、会計士、家庭教師、レストラン支配人、マネージャー、旅行観光ガイド、ソムリエ、看護助手、歯科助手、販売員、音楽の先生、新聞記者、ジャーナリスト、行政系公務員、薬剤師、心理カウンセラー、脚本家、人事の事務とか、スーパーの店長、シンガーソングライター、歌手、声優、翻訳家とか、漫画家、プログラマー、広報担当者とあって、まあ、文書の編集構成、プレゼンテーションをする人とか、レビューを書く人とか、ブログを書く人とか、急にやっぱり文系によりますね、うんうん、で、まあ、ここを伸ばそうとするには、うん、まあ、やっぱりその文章の編集を構成するとか、うんうん、何かを書く、手紙を書く、新聞を読む、うん、なんていうことが書いてありますね、うん、音楽的知能があるなっていう人は、DJ、うん、アイドル、エステティシャン、うん、シンガーソングライター、スタジオミュージシャン、うん、ダンサー、音楽の先生、音楽プロデューサー、うん、歌手、振付師、声優、俳優、女優、落語家、編曲家、うん、なんていうことが書いてあります、うんうん、まあ、伸ばすにはやっぱり日頃から歌を歌う、うんうん、口笛を吹くとか、ライブに行くとか、うん、今は、まあ、パソコンで作れたりもしますし、うんうんうん、なんか、あ、でも AI が来てるんでしたっけ、この分野も。 AI は来てますけど、その自分の知能を伸ばそうとした時ですよね。多分 AI と戦うと勝てなくなりますよ。でも、AI は活用しなきゃいけないじゃないですか。ああ、はい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 。だから自分の能力を AI を使ってもっと伸ばすみたいな。確かに。という発想にしていかないと、AI と戦うとそのうち負けますよ。敵じゃないってことですね。そうそう。確かに、うん。で、空間的知能がある人がで、うん、向いてる職業として書いてあるのが、うん、アロマセラピスト。うん、インテリアコーディネーターとか、うん、オーケストラの指揮者とか、スタイリストさん、うん、タクシー運転手、ダンサー、デザイナー、ファッションモデル、うん、レストランの接客、ウェイター、音響スタッフ、画家、建築デザイナー、うん、自動車整備士とか、マジシャン、清掃従事者、大工、旅行観光ガイド、まあ、そっか、要は図形から得た情報を処理する能力が得意、うん、なんで複雑な設計を行ったりとか、うん、キャンパスに自在に絵を描くとか、うん、っていう伸ばすには、まあ、ジグゾーパズルとか、うん、レゴなどのブロックなどとは、まあ、絵を描いたり、うん、
なんてことが書いてありますね。で、あとは、博物的知能が優れている人は、うん、アロマセラピストとか、うん、ソムリエ、トレーダー、バーテンダー、ビル管理人、プログラマー、ベビーシッター、音楽プロデューサー、うん、音響スタッフ、家庭教師、科学者、開業医師、まあ、この博物的知能ってもそうか、結局は博識っていうことですもんね、うん、あと整体師とか、でも結局は何かをやるにしても、うん、博識なものと体を使ってとか、うんうん、2つの能力を生かすとよりこの2つでより、うんまあ、こっちが使えなくてもこっちを使えばいいみたいなことじゃないですか。だから両方使えるようになっておけば頭がいいっていうとどうしてもこの論理数学的って思ってしまいますけど、うんうんうん、がなくても、うん、他を伸ばすとそれを活かせるよっていう、うん、でもここで言う頭がいいっていうのは、まあ、全部じゃないですか。全部というのは頭がいい種類が 8個ありますよって、はい、で例えば運動的知能が優れていると、うん、DJ アイドル、うん、アパレルの販売員、うん、エステティシャンとかオーケストラの指揮者とか、うん、ケアワーカー、うん、スタジオミュージシャン、スポーツトレーナー、バーテンダーとか、運動と言いながらももちろんこの看護助手、歯科助手、うん、結局は体を動かしますもんね、うんうん、自衛官、うん、獣医師、振付師、整体師、うん、大工、調理師、うんまあ、基本そうか体を使ってますもんね、うん、全部でやっぱり体を動かすと、うん、そういうところが伸びる、うん、じゃあ対人とかどうなんでしょうね。まあだから対人も対人してれば能力があるって話ですよね。そうであって対人で書いてあるのが、うん、アパレル販売員とかアロマセラピスト、イラストレーター、うん、エステティシャン、これ何でも書いてありますね。オーケストラ、うんスーパーの店長、うん、スタイリスト、スポーツトレーナー、インストラクター、うん、バーテンダーとかバイヤーとか、うんまあ、結婚、まあ、今のところコミュニケーションが全くなくてもいい職業は少ないって話ですよ。対人関係がどこに行ってもつきまとう。であとは、うん内省的知能が高いと活かせる職業としては、うん、イラストレーターとか、うん、シンガーソングライターとか、うん、デザイナーとか、まあ、一人であるトレーダー、うんうんあとはパティシエ、うんうん、レストランの支配人、うん脚本家とか、まあ、いや表現の仕事ですよね。俳優、うん、漫画家とか、うんまあ、何らかの研究家、これも結局は自分表現することなので、まあ、何かを書いてるとそういうのが伸びていく、うんうんまあ、考えるって話ですよね。これはどういうふうにするといいんだろうって、こう脚本とかって、はい、これはこうしてくださいっていうのも与えられるわけじゃないわけじゃないですか、はいはいはい、でそれをどうやったらうまく伝わるだろうみたいな、自分の意図がどうやったらうまく伝わるだろうみたいなことを考えるから、そういう能力が高まっていくみたいな。なんで今、はい、僕は今何て言うんだろう、どこかの企業に48にしてね、はい、もう一回なんかいけるかなとかって思ってやってるんですけど、うん、なんかもうそういうのじゃないかもしれないですね。そういうのじゃないっていうと、もう自分でやれよと。あ、自分でやれよが早いかもしれないです。そんな気は、まあ、また集客がまた難しいんですけどね、まあ、どこに売り込むかって話ですもんね。例えばサラリーマン、会社員になるときは、はいまあ、自分が商品なわけじゃないですか。自分にはこんな能力ありますよって企業に売り込むわけですよ。売り込むわけですね、うんはい、でそれがこう事業者になると、はい、お客さんに売り込むわけですよ。こんなことができますよ、こんなものが作れますよ、うんそれ、うんうん、っていう話なので、まあ、どこにで企業は見えるところにいっぱいあるって話ですよね。それ転職情報誌とかありますね、うん、だからまあ売り込むのは一緒なんですよね多分。どっちがで企業は多分目指すところにあるからみんなが集まってくるってところあると思うんですよ。うん、どうやって生きていきましょうね、この、うん、僕のこの通知表でも結局自分で対人的知能があると思ってるなら、うんうんうん、もうそれを生かすのがいいんでしょうね、うんうん、これと僕は言語的知能が優れていると自分で思っているのであれば、うんうん、これとこれを生かす、生かすし、まあ、要はこれって主観でいいっていうのは、はい、多分好みみたいなもんじゃないですか。好みです。好みじゃないですか、はい、でそうするとこれを学ぶのもそんなに苦じゃない。苦じゃない。僕は
読書はそんな苦じゃないです、うんうん、まあ、勉強スキルが高くてもたい、まあ、確かに、知能は使っていくと伸びるってことですね、うん、数読が脳トレになるっていうので時間があるとやってる、うん、だそういう能力が多分伸びてきますよね。やってか僕もだから娘とはね、うん、その足すとマイナスと、うん、全てが四則演算ってあるじゃないですか、はい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 、あれは一緒にやったりするんですね、うんうんうん、5年生のこと、うんうん、ただやっぱりなんかその速さの問題とかはね、うんうん、文章題はやらないんですよ最近、うんうん、でもまあやればできるって話ですもんね。やればできると思ってます、はい、うん、知能を使うと伸びるなら子どもの時にこの診断をして親や周りの大人が一緒に考えてあげると、そう、まず自信、自信、まず自信ですよね、まあ、でもまあなんかそもそも自信があるところがあるみたいなところじゃないですかね。今の二等兵みたいに対人と言語が得意みたいなのがと思ってる思ってる、まあ要はそこが好きだって話じゃないですか、はい、好きです。だから好きなところ伸ばしましょうだと思うんですよこれ。でも、うん、で苦手なところも関係して好きなところに付随してますよみたいな感じでこっちも伸ばしていくみたいな、伸ばしていこうねっていう、はい、あ、伸ばそう、うん、別に伸びますよって話ですもんね。やれば伸びる、やれば伸びるっていう、うん、特性的にあなたはもう無理ですみたいな話ではなくて、ないです、ないです、うん、はい、